田空港の第2ターミナルに来てます。昨日タイから帰ってきたばっかりなんですけど、今日は修行しに行きます。初の修行パパにいつもお任せしてたので、今日は修行の体験をしに沖縄往復しに行きます。逆光だって。ラウンジに入ってきました。おにぎりとお稲荷さん今から飛行機乗ります。なんか前この日フライト本当は2月6日に乗る予定だったんですけど、台風じゃないわ、すごい大雪の時のフライトで帰ったんです。大雪で首都高が封鎖されてたんで、交換してもらって今日になりました。鬼滅の刃ジェットだ。ミーゴイで多分全部乗ったと思う。鬼滅の刃ジェット3個あって多分3つとも乗ったと思うけど、これが一番え、だってこんなモニターなかったもん。これが一番いいやつかもしれない。トリプルセブン、でかいの。だって343やもん。めっちゃ乗るで。で、あのこれプレミアムシートめっちゃいいやつ乗せる。これ帰りまったそうや、帰り大阪今からしますそうでね、そう大雪の時のフライトを今日に変えて、でパパはあの2月5日マジで雪がいっぱい降ってる時に2往復しようとしてて、1往復だけしてもう首都高を閉鎖されたから帰ってきたんですけど、その2往復目のやつを今日に変えてもらったんですけど、それがねなかなか変えられなくてね、ダイヤモンドでスイートラウンジ入ってて、なんかスイートラウンジの人がうわーってやってて、何人かダメできないって言われたのに、最後の一人の人がすごい神対応でうわーってやって今日に変えてもらえたので、さっきねお土産買ってきたんです渡せるかどうかは分からんけど、お土産渡せたらいいねということで往復してきます。初やで、初え、そうか。 B 沖縄行って泊まって楽しんで帰るしかないもん。 My just sun shining in clouds in the sky everything is right imagine stars lighting up the night and a shooting star so vibrant you have to make a wish nothing's ever in your way scoring every shot you make no you've never heard of pain because you're just high on life every day is Saturday life is sweet as birthday cake why can't it just stay this way で、ミーたちはどうしたらいいの？とりあえずラウンジ？とりあえずラウンジ行きまーす。でね、ラウンジ買ってきてきました。おにぎり2つと、うん、アイスを食べてきました。沖縄のスイートラウンジはブルーシールのアイスクリームがチョコとバニラと紅芋があるので、私は紅芋アイスクリームを食べてきました。新
的なダイヤモンド多いねんな。そう、多いね、ダイヤモンドが、うん、そうね、5日の日にパパがお世話になった方にはお会いはできなかったけどね、まあ、また来るから会うかもな、パパ。沖縄また来るから会うかも、うん、ね、ちょこちょこ来ますからね。一応言うとって言った。ではまた今から東京に戻ります。一瞬や沖縄。ただ登場時間ギリギリになった。なぜなら私の大好きなサンダーダーギーちゃんを買ってたから。最終です、お急ぎください言われた。会場に待ってると思ったら私の気になった。誰かのサインがある。